こんにちは。今日はですね、いいですよこれは。はい、エビマヨ丼でございます。この迫力どうでしょう。すごいですよこれは。うまそう。でもその前にちょっとね、やっぱもう料理作ってるだけでも汗だくでございますのでね、相棒をこのジャンボタンブラーで。おい、これ氷の音よ。お酒いらん、特茶でいい。居酒屋に置いてくれ。さあいただきます。あ、美味しそうでございます。いただきます。あー、美味しい。これはまいっか。エビマヨうめえ。うまっ。抜群にうまいです。エビもプリプリで、これ片栗粉でカリッと焼くの大事ですからね。そうするとこのあのソースも絡みやすい。うまっ。うまっ。最高だな。あー、うまい。いや、実家でエビマヨって皆さん出ました？自分ね、実家エビマヨ出なかったんですよ。そのエビチリはうちのお母さんの一番の、あの得意料理だったんですけど。だからすごい憧れが強かったです、エビマヨに対する。うまいわ。これも相棒のマヨネーズがたっぷりね。もう冬へ入ってます。うまいわ。やっぱエビ好きっすね。エビ何回も話してますけど、あー、うまい。あー、酒よりうまいよ特茶は。皆さんね、酒飲みたいと思ったらね、思い切って特茶飲んでみてください。超えてくるんでね。あとで
汗が滴り落ちます。うん、あ、おいしいな。もう少ししかあっという間に、うん、うん、うん、ああ、うまい。ごちそうさまでした。